ホークス対ジャイアンツの一戦をお伝えします。まもなく試合開始です。これは決まっています。第2球投げた、低め決まった、すぐに追い込みました。ボールカウントはノーボールツーストライク。第3球投げました、打った、ショート取った、一塁送球、一塁アウト、ワンアウト。打った、左中間への当たり、長打コース、ライトへの大きな当たり、ライト下がる、ライト見上げるだけ、入りました、先制ツーランホームラン。アウトコース見送ってボール。第2球投げました、ファウル。第3球投げました、アウトコース見送ってボール。第4球投げました、打ち、これは決まった、追い込みました。投球今度が5球目。第5球投げた、空振り三振です。2アウトになりました。初球打ち、センターへ持っていった、ヒットになります。これは決まっています。2アウト、ランナー1塁。第2球投げました、見送ってボール。第3球投げた、高速シュート決まった、ストライクを先行させています。ボールカウントは1ボール2ストライク。第4球投げた、空振り三振です。3アウトチェンジです。しかしこの回ホークス先手を取りました。これは手が出ません。第2球投げました、打った、フラフラっとした打球、先頭バッターが出ました。ホークスピッチャーが変わります。これは手が出ません。ノーアウト、ランナー1塁。第2球投げた、打った、ランナースタート、セカンド取る、ワンアウト、ランナー二塁。さあチャンスでクリーンナップに打順が回ります。打った、ファウル、左へのファウル。反撃のチャンスを迎えているジャイアンツ。第2球投げました、外見送ってボール。ジャイアンツチャンスを迎えています。第3球投げた、これは手が出ません。さあ追い込みました、ワンアウト、ランナー2塁。第4球投げました、強烈な当たり、三遊間破った、リーランナー3塁を蹴ってホームイン、タイムリーヒット、2対11、1点差に詰め寄っています。同点のランナーが出ました。初球打ち、ランナースタートを切った、一塁ランナーは二塁を蹴って三塁へ、一塁ランナーは三塁を回った、一塁ランナーホームイン、タイムリーツーベース、2対2、振り出しに戻しています。勝ち越しのランナーが出ました。バッターランナーは二塁まで進みました。打席には5番バッターが入ります。
った。ライトへの当たり。長打コース。二塁ランナーは三塁を回った。二塁ランナーホームイン。タイムリーヒット。3対2。1点リードに変わりました。はい。ここでダイソーを送ります。来た。センターに送った。